Hey guys, it's Victor Gimme a Flake Man. What you're about to watch is a reenactment of a fight between two Japanese movie stars, Takashima Masanobu, or Masanobu Takashima, and his wife, or now ex-wife, Mion. This was recorded by Mion secretly while he was drunk, and then presented to the court. Nobody understands why. Many people claim that it's probably a jisaku jien, which means she faked the whole thing. She kind of got him riled up, and because she knew she was recording it. For what purpose, we don't know, but it's a listening lesson, and I hope you get something out of it. Thanks for watching, guys, and I'll see you in the next video. Bakauna! 死んじまえ、てめえなんか。 それに、不満なんかないよ。 だから死んじまえ、早く。 てめえなんか、生きてる価値もねえ、本当に。 そういう人のね、優しさとか、そんなもんも、全部、すっ飛ばしてだな。 自分のやりたいように、全部やろうなんてな。 バカがやること。 本当に。はっきり違えることだよ。私はちゃんと結婚生活を続けるために自分の貯金使ってきたよ。結婚生活続けたくねえんだよ。もう何度も言ってるように。頼むよ、もう本当に。私、信じまえて言われるようなことやったかな。知らないね。 私の親の前で同じこと言える？売り言葉に買い言葉って言葉がありますからね。男はみんな一回ぐらい言ってるよ。てめえなんか信じまえて。朝、もう寝かして。ミオなんて関わってるのはしょうがないな。いい加減にしなさいよ。言っていいことと悪いことはあるんだよ。ちょっと待って。おい、ブス。 前、待てブス。女に手を挙げる男がいる？お前は最初に手を挙げたんだ。こら、やってみろ、こら。叩いてみろ。自分の奥さんに信じまえて言う男がいる。俺が先に手叩いたんだろうがよ。こうやってよ。当たり前だろうが、こら。ああ、なんじゃこら。 みんな旦那に対して何してんだ、この野郎。奥さんに対して信じまえて言う男がいる。じゃあ叩いたんだろうがよ。おい、叩いたんだろうがよ、この野郎。あざが、こら、あざが痛い。男がいる。てめえが先に叩いたんだろうが、叩いてみろ。 叩いてみろ、この野郎。ふざけんな、この野郎。バカ女が。信じまえ、てめえなんか。それに不満なんかないよ。だから信じまえ、早く。てめえなんか生きてる価値もねえや、本当に。そういう人のね、優しさとかそんなもんも全部、 全部すっ飛ばしてな。自分のやりたいように全部やろうなんてな、バカがやることだよ、本当に。白痴がやることだよ。私はあーちゃんとの結婚生活を続けるために自分の貯金使ってきたよ。で、結婚生活続けたくねえんだよ、もう何度も言ってるように。頼むよ、本当に。私、信じないって言われるよ。 知らないね。私の親の前で同じこと言える？売り言葉に、返す言葉ってところありますからね。男はみんな一回ぐらい言ってるよ。てめえなんか信じまえって。まあそう。もう寝かして。あんたなんかに関わってほしいから。一緒に行かないよ。いいことと悪いことがあるんだよ。ちょっと待って。 ブス。ほら。本当に手を挙げる男がいるかよ。ほら。本当に手を挙げる男がいる？おめえが最初に手を挙げたんだから、そりゃ。やってみろ、こう。叩いてみろ。自分の
う男がいる？そうそうと見ろ、てめえが先に手叩いたんだからよ、こうやってな。それに返す当たり前だろう、これ。ああ？なんじゃ、これ。旦那に対して何してんだ、この野郎。奥さんに死んじまえっていう男がいる？じゃあ、パトル叩いたんだろうがよ、おい！叩いたんだろう、この野郎。あ、だから、ほら。叩けた。てめえが最初に叩いたんだろ、これ。叩いたんだろ、お前。叩いたんだろ、この野郎。ふざけんな、この野郎。